ね、改めてその中西さん、中西さんがこう奈良クラブで俺はこんな指導をしたっていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、まあ、それ以前はに、い、どうぞ。はい。まあ、皆さんに分かっていただきたいんですけど、その別に僕だけの力でうまくいくわけではないし、もちろん久保選手に関しても、中井選手に関しても、奈良クラブに関しても、その他の選手たちに関しても、みんな各々自分がしっかり自分と向き合って努力を積み重ねたから、まあ、今の多分、成功があると思いますし、僕はこの後も説明はしますけど、基本的に選手がうまくいく方法をちゃんと僕が言語化をして、で、もしかしたら10回に1回しかできなかったことを10回に2回、3回、4回、5回って増やしたりとか、まあ、久保選手が一番、例えば僕は一番こう教えてきた中では、もともとできてることが多くて、例えば10のうち6か7ぐらいできてたことを、あと8、9、10。10分の10にするっていう作業を、まあ、常に考えながらやっていて、で、今話をしたようにこう基本的にうまくなるためにはなぜ今うまくいったのかっていうことを言葉にできないとこうもう一回同じことできないんですよね。だから奈良クラブの選手たちに対してもうまくいったのはこうこうこういう理由だよっていうことを説明してあげて、で、選手たちはそれに取り組んで、で、うまくいった理由を、まあ、取り組みはするんですけど、相手が前にいたりとか、キーパーが入ったりとか、で、それが練習試合なのか、それが公式戦なのか、で、得点差が0-0のところなのか、1-0のところなのか、0-1のところなのかとか、いろんなこうシチュエーションによってこう選手のこうマインドが変わってしまうんですけど、まあ、それに対しても全部こう対処方法っていうのはもう、完全に今回、中西メソッドっていうもので言語化させていただいたので、まあ、選手たちのその、あとは、取り組みがちゃんとこううまくパチッとはまれば、まあ、今回の奈良クラブの3点目も水谷選手が決めたゴールもまさにこうシュートを打つふりをして、で、打つのをやめてずらして、で、外側から巻いてインカーブっていうシュートだったんですけど、まあ、それも完全に練習でやっていた形なので、まあ、そういうふうに公式戦でも出せるようになってきたってことは、まあ、まだ3試合目なんで、ちょっとこうなかなか難しい部分もありますし、僕も奈良クラブに実はもう3月の中旬に行ってからは、この5ヶ月ですか、もう行けてないので、まあ、そういう意味では、多分林さん、多分延べ10日ぐらいですよね、僕は練習したのは。そうですね、トップチームで付きっきりでやったのはそれぐらいですね。そうですよね。はい。改めて、こう、僕ちょっと伺いたいなと思ったのが、中西さんが、こう、ゴール前のチャンスからは、まあ、俺の仕事だって、こう、おっしゃったと。で、そこで、僕の中でも中西語録になってるんですけれども、チャンスはマイキーが作ってくれと。チャンスからその先ゴールを決めさせるのは、俺の仕事だって中西さんが、こう、おっしゃったっていうことなんですけど、それは、お二人に聞きたいんですけど、これは本当ですか？もう僕はがっつり言われました。もうありがたいなという 逆に言い訳できないなとも思いました、これ。これチャンス作れなかったらもう完全にもう僕のせいだから、これちょっと言い訳できないなっていうふうに思いました。あとそこまでやっぱ言い切れるのがすごいなっていう。逆じゃないですか。それがなんか最後の指導者に残された言い訳じゃないですけど、作ったんですけど決めきれなかったですとか、こんだけチャンス作ったらやっぱ最後決めるところで決めないとこうなっちゃいますよねみたいなのがよくこう試合後敗戦の時に監督が口にした、視聴者が口にする言葉なんですけど、その最後の言い訳に使えるところを、きちっと、いやもうここ任せろって おっしゃってくださったので、いや、すごいなーっていう、も中西さん、これなかなか言えるセリフじゃないと思うんですけど、これ、こうどうしてそういう、こうセリフが言えたっていうのは、どんな背景う。がある？まあ、まず、奈良クラブの選手たちがすごく、僕のメソッドに対して素直に受け入れてくれたということですね、一つ目は。まあ、あとは自分自身にプレッシャーかけないと、自分もそれに対していいことができないと思っているので、まあ、林真理さんとのインタビューで、フットボリスタのインタビューの時に出てたと思うんですけど、50点取るっていう話を、30試合で50点取れなかったらやめるって話をしたんですよ。
まあ、その時、まあ、ちょっと笑い話ですけど、フットボリスタの対談した時は僕と林さんとあと1人しかいなくて3人しかいなかったのに、今こんなに何百人も聞いててくれてまあ嬉しいっていうか恥ずかしいっていうか、もう逃げられないっていうか、うん、まあでも本当にまだ3試合しかしてなくて、で3試合しかしてないんですけど、もう5点取ってくれて、はい、まあ1試合平均 1.66 点取らないと、はい、僕はまあ、やめるって僕言ってるのででもちゃんと3試合で5点取ったから 1.66 にちょうど今日のこの対談に合わせて取ってくれたのかなと思っておおそれはちょっとまあ嬉しかったですし、まあ、実際その僕が取り組んでいるそのシュートキャンセルだったりとか、うん、最後の最後まで選択肢をこう持てるようなボールの持ち方みたいなことが選手たちも少しずつ、この間のゲーム見ててもできるようになってきてるんで、ただもちろんそのシュートを打つ瞬間にいかにこうフラットな感情になるかっていうことに関して言うと簡単にできることではないんですけども、ただ一つそれができたことによって今後こういうやり方がいいんだっていうことをよりこう理解してもらえるかなというか、うん、まあ多分聞いてる方々はそんな感情フラットにするってただそれだけかよって話かもしれないんですけども、基本的にサッカー選手たるものでもゴール打つ瞬間、シュートを打つ瞬間、ゴールで決めたいと思った瞬間には力んだりとか、ちょっと早くシュートを打ちたいなと思ってしまったりとかっていう、必ずそういう感情が入るんですよね、うんうん、だそれがこういかにこう打つ瞬間にフラットにできるかっていう、ネガティブにもならないし、それから高揚もしすぎないし、ちょっと落ち込みもすぎないっていうようなイメージなんですけども、うん、分かりやすい例で言うと、おとといの中村健吾選手のループっすね。はい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 、中野源吾選手久しぶりに試合に出てきて、でまあ多分高揚もものすごくあったと思うんですけど、あの瞬間完全にフラットだったんで、完璧なループでした。だから本当に、まあ、たまたま僕中村健吾選手の息子さんも教えさせていただいてるんですけども、はい、よくその話を息子さんにはしてるんですよ、うん、でまあ、試合終わった後に完璧なループだったねって、あの連絡取り合ったら、中西メソッドですみたいな言ってきて、まあちょっとそれは嬉しかったですね、うんうん、感情は消すみたいな。なんかここに来て中西メソッドが一気にまたこう目立つ形でになってますね。いやまあでもそれはまあ別に僕がそのまあ僕よく言われるんですけど、久保選手を教えてるってことをその自慢したいとか、別に誰が教えてること自慢したりとかでもないし、その僕がお金儲けをしたいわけではないし、まあ、僕これ、まあ、まあ林くんが今日いるから言っておきますけど、僕名誉のために言っておきますけど、僕奈良クラブに行っててもお金1円ももらってないので。そうなんですね。いや僕はただですよ僕は久保選手も教えてるのも全部ただですし、長友選手教えてたのもただですし、はい、僕は1円ももらってないので。まあ、もう一つ言うと、このホワイトボードの中西メソッドだって僕お金もらってませんからそうですね。だからそれはそのみんなになんか僕が自分がすごいって言いたいわけでも全然なくて、僕はたまたまいろんな人のおかげでいろんなことを知って、でしかも実際久保選手が今ラリーガーであれだけのプレーをしていて、で自分としてはあこういうことやってきたことはこれが良かったんだこれが良かったんだってことは分かってるんで、それをもう皆さんになるべく多くの方にお伝えしたいということで、まあ、実際やっているので、まあ、そこは僕がそのすごいというよりはすごい人がたまたま僕のことやってくれてるだけっていう認識です。でもマイキさん、はい、実際こう中西さんのトレーニングを見て、はい、やっぱすげえなって思ったわけですよね。はい、どのあたりが。まず自分がやりましたから。ああまず中西さんが、まあ、グランデ最初去年僕が GM だった時にアカデミーに来ていただいて、はい、で本当小さい子供たちを教えて、でその教わってる子供たちを見ながら自分もこそこそ端っこで何こそこそやってたんですけど、それを見た中西さんが僕にちょっと一言パッてこうアドバイス言って、んって思ってやってみたら、ウォーみたいな感じで、これ上手くなってるわって思って、うんうんうん、やっぱり指導者も体験しなきゃダメだなと思って、
それ以降、中西さんが去年アカデミーに来ていただいたときは、もう来ていただいて、まず最初に、指導者に、アカデミーのコーチたちに、もうガチガチのこう、まあ、講座みたいな形でしていただいて、もうこう、こうね、こうね、映像を見たりとか、論理的にこうね、今日こんなことやるよって。で、その後みんなで一回外に出て、フットサルコートで、コーチたちがみんなやるんですよ、練習を。練習を実際にまた、こうやるみたいな、あの、中西さんが子供たちを教えて、で、教わったコーチたちが、中西さんが次奈良クラブに来てくださるまで教えるみたいな感じなんですけど、まあ、まずコーチがめちゃくちゃ上手くなりましたからね、びっくりするぐらい。それは事実です。はい、普通にその元プロの選手が、いやー、早く、もっと早く出会っと、中西さんに出会っとけばとか言ってて、中西さんが、いや、俺も俺に出会ってればとか言って、そんな感じなんで。そんなんね、僕が一番現役の時に知りたかったですよ。なるほど。まあ、今日聞いてくださってる方は、僕、現役の時の僕を知ってると思うんで、そんな、中西ってそう、別にボランチとか守備の選手なんで攻撃の選手を教えられるんだと思うかもしれないんですけど、いや、もう今、僕は今が一番本当にいい状態なので、おそうなんですね。そうですね、今一番自分としては、まあ、50、もうすぐ来週51になりますけど、はい、まあ、一番いいそのキックも蹴れてるし、一番いいドリブルもできてるし、うん、あ、この動画出しちゃってもいいですか、ちょっと。ああ、そうですね、まあ、これたまたま、これ今日撮影やってたんで、撮影の時に、はい、まあ、今日撮ったまあ、シーンなんですけど、キックのシーンで、まあ、これはまあ右のインカーブで、まあ、上から落とすキックなんですけど、はい、これ51歳まであと1週間の男のキックですから、まあ、なんとかやれるんじゃねえかっていう、まあ、これキーパーの、まあ、ステーコースから落ちてくるボールなんで。おお、左足もこれですね。そうですね、右も左ももう今は左右差ないんで、ほとんど。僕、先日、中井拓宏選手のトレーニングにちょっとお邪魔させていただいて、で少しお話聞けた、中井選手にお話聞けたんですけど、今日のトレーニングどうだったって言って、いや、本当にすごく今日、まあ、うまくいきましたって言ってたんですけど、ただ僕より全然中西さんの方がうまいんでって言って、言ったんですよ、ね、それは冗談だよ、冗談。いや、でも、一番うまいのは中西さんですよって言われて、だから、レアルのね、人がそういうふうに言うっていうことが、衝撃的で。で、実際今こういうふうに動画見ても、やっぱり両足でこういうふうに、まあ、つまり大人になってからも上手くなるってことですよね。それはもう間違いないと思いますし、ただまあ、一つからくりがあって、はい、僕は選手たちに教えてるときはもちろん選手相手にやってるから、選手相手にはまあこうトレーニングで教えますけど、まあ、敵が別に本気でやってきてるわけじゃないんで、うんうん、敵がいなかったり、敵が本気じゃなかったら、多分めちゃめちゃうまくできるだけで。あ、なるほど。人がいたり、本当に本気で来たときは、それはできるかも分かんないですよ、そんな。なるほど。あくまでやっぱその、言語化して、体系化されていて、で、こう、フォームがやっぱり綺麗になっているっていうことでできるってことですね。はい、もちろん、呼吸と姿勢が抜群に良くなってるんで、やっぱり、それがまず一つ美しいフォームを遂行するための方法なんですけども、まあ、それはもうもちろん、そのメソッドを順番にやっていくことはもちろん重要ですけども、と同時に、まあ、結局、今の見ても分かるんですけど、すごいボールは行ってるんですよ。力んではいないので、正しい方もこう、正しい呼吸で遂行できれば、正しいテンポで遂行できれば、誰でも、例えばサッカー初めてやった人でも上手くなる方法ってもちろんあるので、ただまあ、それは久保建英選手がやったら、その進化の速度はめちゃめちゃ速いし、それはもう進化の速度は もうもちろん各々の選手によって変わっていきますけど、ただこれやったら絶対うまくなるよっていう方法はあるので、もうそれをまあやってもらうことができれば、ちゃんと僕は間違いなくうまく実際になると思います。林麻衣希君も素晴らしいトラップとかしてましたから、ビタッて止まってましたからね。マイさん、トランプ止まるようになったんですか？止まるようになったんですけど、油断すると僕の場合すぐ下向いちゃうんで、すぐ言われます。そう、林君はね、ま、下向いちゃうんですよ。ああ。ボール見てられって言われて。もう止めようっていう気持ちが強すぎて、ボールめちゃめちゃ見ちゃうっていうのが。はい。
その結局そのボールを見よう、こう止めるときにこうやってきたボールをこうやってボール見、こうやって見ると首が曲がると体がこう伸びるんで、はいはいはい、はい、だから首はもう絶対前後に振っちゃダメなんですよ。へー。でもみんなボールを丁寧に止めようと思ってしまう、首をこうやって下に折るんでボール見なきゃと思っちゃうんで、逆にボール止めるときは首は必ず横に振るんですよ。横しか振らないです。久保選手見た方が横しか振らないです。と同時に重心を上げて止めなきゃいけないんで、ピットを、うんうん、軽く上げてボールの上の半分を触れば、基本的に重心が上がってるんでボールは必ず真下に止まるので、これが言語化ってやつですね。止まるトラップっていうのはそういうふうに説明しなきゃいけないと。いやでもそれで実際止まりますから、もう本当にここ、まあ、今年になって斉藤光輝選手ずっと横浜 FC 教えてますけど、はい、まあ、斉藤光輝選手もその動きながら止めるの上手なんです、めちゃめちゃ、うん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 、だけど真下にこうピタッと止めるっていう多分意識が今まで多分そういうことを言語化できてなかったと思うんですけど、はい、囲まれたら僕は真下に止めろっていつも言ってるんでしょ、うんうんうん、なるほど、はい、それはその瞬間に要するに周りに人がいると ちょっと多分林さんも分かると思うんですけど、囲まれた瞬間にこう重心下がるじゃないですか、ちょっと捉える前として。で実はそれ逆で、囲まれた瞬間に重心クッと上げて、まあ、久保選手も必ず止まってるんですけど、重心クッと上げてボールの上半分下がって真下に止めると必ずボールビタッと止まるんですよ、うん、で止まった瞬間に周り3人いたら3人ともその瞬間に囲んではいるんだけど誰が行くの問題になるんですよ、うんうん、これって横に止めたりずれた瞬間に誰かがさればいいって相手は思ってるんですけど、まあ、僕ディフェンサーがよく分かるんですけど、ビタッと真下止まった瞬間に周りもピタッと止まっちゃうんですよ。あー、なるほど。でその瞬間に体右左に振れって言ってて、いつも右左ステップ踏んでどっちでもいけるよってすれば誰も飛び込んでこないんですよ。ボール触んなく、もう一回止めちゃったらボール触んないでいいと、まあ、それで空いたスペースにインで引っ掛けて運び出せって言ってるんですけど、それはもう基本的に久保選手もそういうパターンってすごく多いんですけど、重心上げて真下に止めて横に外すっていう、はいはいはい、それはインで外すっていうのは結構多いんですけど、まあイン読まれたらインやめてキャンセルしてアウトにするんですけど、サイドゴーキー選手最近それがすごい良くなったんでボールロストめちゃめちゃ減ったんですよ。そういうその今言ったようなことをその本人がうまくいってないことに対して僕が、あ、じゃあこうこうこういう風にっていう方法があるよっていうことを言語化してあげて、あ、そっかって納得した瞬間に本人はそれを取り組もうと思うので、納得してもらえないと取り組めませんから。なるほど、そこはすごく大事なポイントだと思いますね。納得してもらうってことは。うんうんうん、で、マイキさんちょっと伺いたいんですけど、はい。こういう個人のトレーニングでチームだったらどうしてるんですか？いや、チームでこれだけこう、綿密なというか、うん、トレーニングはなかなか見たことないですね。まあ、アカデミーレベルでは本当に、まあ、ちょくちょく今ヨーロッパのそのアヤックスの僕がインタビューで、話しましたけど、フランクライフっていう個人技術にこう特化するような個人トレーニングをでこうした例があるから、ちょっといろんなところで徐々にやり始めてる感じありますけれども、チームでこれだけもうチームとして、うん、誰かが誰かのとこ行くとかでチームとしてっていうのはなかなか聞いたことがないですね、うん、はい、これでもやった方がいいわけじゃないですか。でもチームで取り組む難しさみたいなのがあるわけじゃないですか。はい、それってこうどういうジレンマの中で林さんやられてるんですか？いやでもそこはそれが監督の役目じゃないのって僕は思うので、監督なんて所詮は専門家をまとめる専門家に過ぎないわけですから。なるほど。分析する人がいて、で中西さんのように個人トレーニングを教えていただける人で、その中でじゃあ深くこうしよう、ゴールキーパーの合流こうしよう、ゴールキーパーはこれをやりたいからこういうことしよう、相手チームの分析で相手こう、相手、対相手に対してこういうことをやりたいから、こうしようみたいな。じゃあ一週間の中でピリオドでスケジューリングをどうしようとか、負荷どうしよう。中西さんのトレーニングでこういうことをやるから、それに沿った戦術練習をこの次の日とかにできたらいいねみたいなことを、するのが僕の役割だと思ってるので、ここはもう、僕はそれが仕事なので、できないと僕の仕事なくなっちゃいますぐらいの感じですけど。はい、逆にそのよくあるのがコーチがそのなんていうんですかのことと監督のこととこのバッティングしちゃうみたいな部分が、はい、あるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その辺はこう技術論ってどうなんですか？いやもうそれは実際のところすごい難しいと思います。パーソナルコーチ、フィジカルパーソナルトレーナーとかもついて
しますけど、まあ、まだまだこの、なんですかね、俺は知らない、わからないみたいなことを言える指導者がどうしても少ないっていうのは、もう、し、まあ、自分の威厳が落ちちゃうんじゃないかとか、自分と言ってることが違った時にし、みたいな、別に違ったっていいじゃないですか。確かに。で、話し合って、別に違うことを教えてもいいかもしれないし、そこで、あ、そういう考え方もあるんだってなることも、あるわけですから。で、なんですかね、僕は、中西さんのように個人技術教えられないので、この教えられないことを教えられる方がいて、中野クラブを助けてくださるってことは、もうそれはもうお願いしますしか言いようがない。僕はもうありがとうございますしか、本当に言いようがないので、逆になんか、逆に何ですかね、そこ、中西さんはもう、中西さんが同じように、例えばゴールキーパーコーチではないわけですから。うん。で、中西さんはやっぱり監督ではないから、そこのコーディネートとか、じゃあいつ来たらいいのみたいな話とかは別に、感化し、こう入ってこないじゃないですけど、それはでもお互いの仕事を分かった上でのもうリスペクトがあればいいだけの話で、これは、だから中西さんはそこで、もし中西さんがこれ、いや、俺はもうこの日しか行けないから、これに絶対、もうこうだな、こうで、こうしろとか言ったら話は別に、全然そうじゃなくて、ちゃんとこう話しながら、いや、こういう、この日とかだと助かりますみたいな話をしながら、中西さんは僕、奈良クラブの今の現状とか、僕がやろうとしていることとか、やらなきゃいけないこととかも考え見ながら、リスペクトをし合った上で、こうやって、来てくださっているので、そこにお互いのリスペクトがあれば全然いいんじゃないかなっていうふうに、もう僕は何か困ったことは一つもないですね。助かったっていうことしかないですけど、助かったことがたくさんあるんで、もう。なるほど。やっぱ、その辺の、こう、なんですかね、今後、こう、それこそマイキさんみたいにそういうふうにこう、なんですか、自分の分からないことは分からないって言える監督が強くなっていく時代になりそうですよね。まあ、ヨーロッパの強いチームはそうですよね、実際。うん、そうだ、そんなすごい戦術家かって言われるとそうじゃないですからね。クロップがそんなトレーニングすげえいいのやってるかっていうとそうじゃないけど、まあ、トレーニングやる人がいて、分析する人がいて、コンディションやる、コンディション整える人がいて、相手チームの分析する人がいて、リバプールに関してはもうセットプレー専門コーチとかもいて、そのおのおがやりたいことを、おのおのの専門家でやりたいことを聞いて、だったらこれこうした方がいいね、こことこうした方がいいよね、みたいなのをコーディネートして、チームとしてまとめ上げるのが今、監督、ようになってるので、少なくとも、ヨーロッパの第一線は。もうそれ、ほとんど社長みたいな仕事じゃないですか、なんか。企業、まあ、そう、だからイングランドでは監督のことコーチって言わないで、マネージャーって言うじゃないですか。ああ、なるほど。英語で。それはすごい的を得ているし、そのマネジメントするのが役割だと思っているので、それはクラブの規模が大きくなれば大きくなるほどそうだと思いますし。なんかでもそういう意味では日本ってまだ、こう、監督がそういうステージに行ってないんじゃないかなって気もしたんですけど、どうですか？まあ、どうですかね。まあ、僕の印象で言うと、やっぱりその、怖がりますよね。威厳が落ちるんじゃないかとか、自分が知らないとか分からないっていうのが言えなかったりとか、なんだろうな。まあどうしても、いやなんかうちの選手変なこと教えないでくださいみたいな感じ、その嫌う、指導者の方すごい多いかなって僕は感じますけど、まあね、これもちょっとずつ、こうやって、まあ逆に今までそういうところでもう踏み込みまくってたパーソナルコーチもたくさんいたからきっと。あるから、でも中西さんのようにこうお互いリスペクトし合いながらこうチームを作っていける、チームを良くしていける方がいらっしゃれば、どんどんその辺も良くなるんじゃないかなと思うし、はい、逆にそうなっていかないといけない部分もありますよね。いや、間違いなくそうですね。そのどうしても今の現状を見ると、ヨーロッパの本当に成功しているサッカークラブとかはそういう風にマネジメントしてうまくいってますよね。うん、なるほど。そしてじゃあこのまま最後のテーマに入っていきたいんですけども、もう終わりか。そうなんです。時間が本当になくてタイトなんですけれども、改めてこの、今回のイベントの煽りに使わせてもらったんですけど、日本人は本当にうまいのかっていうテーマについてちょっと話したいんですけど、これなんか結構、今の指導者もよく言う人いますし、で技術、まあ、それこそ日本サッカー協会がまあ日本のまあ技術があってとかって言うし、こう、本当にうまいのかっていうのは、
本当なのっていうのがすごい疑問として思ってる人多分たくさんいると思うんですよね。今日その辺のこと多分聞きたくて来てる人も多いと思うんですけど、改めてちょっとどうしましょう、先にマイキさんから聞いちゃってもいいですか。日本人ってうまいんですか。うまいと思います。おお。うまいと思います。うんうん、世界一うまいと思います。ただし書きをするとただしがついてプレッシャーがないところでは。ああ、なるほど。それは物理的な意味も心理的な意味のプレッシャーも含めです。物理的なプレッシャーももちろんそうだし、なるほどなるほど、そういうね、心理的なプレッシャーもそうです。もちろんただの PK でも練習の PK とワールドカップ決勝できる PK は心理的なプレッシャーが違うわけですから、うん、僕は特にアンダーカテゴリーの、を見た、見たときに、いや、本当に世界一うまいと思います。僕、アスパイアカデミー、カタールのアスパイアカデミーで、指導されてる方、指導されてた方とちょっと話したことがあって、日本人のことじゃ、なんであんなうまいんだと。何をやってるんだみたいな。あれをやりたいって言うんですけど、僕は、やめた方がいいと思うよ。なるほど。だから、すごいもっと大きな言い方をすると、テクニックはありますけどスキルがないなっていうふうには思います。イングランドサッカー協会はっきり分けてて、テクニックっていうのはもうピッチ外の技術。ほう、なるほど。スキルはそのテクニックをピッチ内で発揮できるかどうか。はー。で、そういう意味ではテクニックあるけどスキルはっていうのが現実だと思います。へー。僕はそう思います。なるほど。純粋なテクニックで言ったらマジで世界一うまいと思います。そのレベルだ。なんか中田英寿とかも、英寿選手とかも言ってましたよね。本当にうまいと思います。なるほどね。プレッシャーがないところでは、その正し書きが入るってことですね。はい。中西さんはいかがですか、今マイキさんの話聞いて。いや、僕は今回のこの動画で何も打ち合わせしてなくていきなりこれドンで今やってるんですけど、その林さんがそういう話をするって知らなかったんですけど、うんうん、僕全く同じこと言おうと思ってました。じゃあもうそれはもうね、ベンゲルが言ってたことなんですよ。もうね、それはベンゲルがもう、だそれはもうストイコビッチも言ってたことなんですよ。僕にとってやっぱりこうね、ストイコビッチとベンゲルっていうのはもう本当に僕の中では長年メソッドの中でもかなり大きな部分を占めてる方なんですけど、とにかく日本人はサッカーこの技術はあるけどもっていう、試合の中でそのテクニックを発揮するための、まあ、いろんな方法、特にコンタクトにあった時のクオリティの下がり方っていうのはすごい大きいっていうふうに話をしていて、だからコンタクトを受けながらその持ってる技術を発揮するのがスキルだったりするわけじゃないですか。例えば中田英寿選手がボールを持った時にコンタクトを受けながら逆に相手の力を利用してスピードアップしていくような、まあドリブルのコース取りをしたりとかするんですけど、そういうその今林さんがおっしゃったようにそのテクニックはまず身につけなきゃいけない。それはさっき僕が言った第一段階ですよ。これは僕の中で機械系って言われてるところなんですけど、まあ、機械メカニズム的にどうやって当たるのか、そこは日本人めちゃめちゃうまいと思うんですよ。でその次の段階、まあ、生態系なんですけど、つまり相手が来たらどうなるかって話なんですけど、相手が来た時に、まあ、基本的に今言ったようにまずコンタクトがあったりとかした時にまず技術が落ちる。もし、まあ、コンタクトがあったとしても技術が落ちなかったとしても精神的に自分がプレッシャーかかってきた中でプレーするようになってくると、さっき、まあ、林さんが言ったことの中で一つの答えで言うと、子供の頃はそれほど大きなプレッシャーを感じずにやってるかもしれないですけど、だん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 大人になるにつれて少しずつミスを怖がるようになるんですよね。で最終的にリスクを犯さない選手になってしまうんですけども、それをずっとこうリスクを犯し続けられるかってなった時に、だん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 それはなぜリスクを犯せなくなったのかってことを言語ができる人がいないので。なるほど。で僕は別に僕のその論理ではもうそれはもう解決してるから、も全く問題なくそれはリスクを犯したときに最終的にどうしたらいいかってことも分かっているので、まあ、そのプレーモデルのまあ一番分かりやすい例が久保選手だと思うんですけど、ああ、まあ、久保選手見たら分かると思いますけど、基本的に最後絶対こう相手に呼ばれてキャンセルするわけじゃないですか。
キャンセルできる持ち方をしてるわけですよ、うん、キャンセルできる持ち方のトレーニングをずっとしてきているので、うん、もちろん子供の頃はキャンセルはできたんですけど、うん、ただそれが毎回できてたかっていうとそうではなくて、うまくいくときといかないときがあって、うまくいってるときはこうだよって僕が言語化して、あ、そうかで、左ではできてたけど右ではできなかった、利き足じゃないから、でも右足でもキャンセルできるようになりました、なんでかって左のやり方が分かってるから右もできるようになるっていう話なんですけど、その読まれたらキャンセル、あ、最後は逆つくっていうことができれば、それはストイコビッチの法則なんですけどね、うん、ストイコビッチは必ず切り返しがスーパーで、どんなにこうスペースがなくなっても切り返してパチってかわしちゃうんで、だそういう、その今言ったような、そのそれがまあ林さんがおっしゃるスキルだと思うんですけど、最後に切り返しがあるとか、最後にキャンセルができるっていう余裕があれば、シュートも実は力まないんですよ、力めないんですよね。キャンセルできる状態にしててシュート落ちに行ったりとかしたら悪いけど力めないですよ、ってなったらもっといい人飛ぶようになるし、そこはもう全部セットなんですけども、まあ、今言ったように日本人は今やって技術は特に子供の頃はあるけど、それをこうどう使うか、それをどうやって再現性を持たせるか、その時に最後自分の技術が読まれた瞬間にどうやってキャンセルするのかっていう、その姿勢と呼吸とターンの方法みたいなこととかを、まあ、うまく機械系、まあ、機械系から生態系、生態、まあ、生態系みたいなのをこう順番にやっていければ、まあ、うまくいくよっていう話は以前林さんとはしました。しましたよね。はい、し、まあ、その話で言うと本当にこの前のホンダロック戦の水谷選手のゴールは、もう水谷選手はあのその後話したんですよ。その僕はもう水谷選手がボール受ける前にチャッてこっち右目で見た時に、あ、キャンセルするなって思ったんですよ。で、うんうんうん、で逆に水谷選手にその試合後あれどうだったのって聞いたら、いや、もう最初からキャンセルが頭に入ってた、はあ、キャンセルが頭に入ってたよって言って、それでキャンセルしてリアクして、もうお手本のようなキャンセルからインマギのシュートができて、それはもう水谷選手の中にもキャンセルっていう言葉とかそういうものがあったから、選択肢があったから、あんだけの普通のあんだけの大チャンスだったら、よっしゃ絶対決められる、よっしゃ行くぜってなるところを、あ、キャンセルできるっていうのが頭入ってて、しかもまあ監督である僕も、あ、これキャンセルするなっていうのをこう見た時にこう分かったから、もう持ってるなキャンセルって、だからなんか言わなくてもいいなと思って、ほっといたらそのままキャンセルして打ってくれたんですけど、やっぱそういうのってどうしてもなんか今まではこう、じゃあシュートができないって言ったら、ただ繰り返しこうやって練習を重ねていくだけで、やたらやったらとりあえず試してみて、偶然うまくいったものをこう経験として積み重ねていくみたいなのが練習でしたけど、まあ、あの中西さんの場合はそうじゃなくて、ちゃんと言葉にして伝えられるから、言葉にして伝えられると再現性が生まれて、再現性があるから上達、論理的にちゃんと上達できて、ああいうゴールに、だからもうあのゴールは別に偶然でも何でもなく、本当にもうちゃんと理にかなってやってきたから、もちろんそれは中西さんの素晴らしさもそうだし、水谷選手実はあのコロナ期間で自粛中にずっと一人でもう中西さんのそのシュートをめちゃくちゃ練習してきてたんですよ。へぇー。頃にはもうスーパーになってて、本当に、うん、みたいな感じになってて、うおーめ、力は抜けてるし、すげえなってもう言ってて、え、どうしたのって言って、いや、ずっと中西さんのそれをもう、あの公園でやってて、一人でやってたって言って、そういう努力の、彼の努力の積み重ねももちろんあって、それはもう選手のね、選手次第のところもあるし、まあ、たきつけられるかどうかは僕も必要かもしれないですけど、彼の努力が、もう最後は彼の努力ですから、それも含めて、本当になんか積み重ねてきたものが現れたゴールになったので、もうまさにおっしゃる通り、キャンセルっていうのは頭に入ってるから、こう力まずにできるし。最後まで選択肢を持ったまま打てるしみたいな。あの今の話をその達さんね、はい、日本人がそのどういう脳でやってるかっていうと、うん、基本的にさっきの今水谷選手のシュートの時はシュートを打ちたいと思ってるんですよ、ゴール決めたいと思ってるんですよ。でその状態だったらもうファーストプライオリティは、つまり1個目の選択肢はシュートじゃないですか、その瞬間。じゃなくて、常に僕は選手に言ってるんですけど、2つ選択肢。打つ瞬間も、キャンセルという選択肢と打つという選択肢、2つ。で、どっちがデフォルトなのって言ったら、必ず難しい方をデフォルトにしてるんですよ。デフォルトっていうのは、まず最初に自分が考えておくべきことは、まあ、デフォルト。
まあ、つまり最初にこう意識しておいてほしいこと。別にシュートはいつでも打てるんです。うん、だからあの瞬間はキャンセルがまず頭の中に置いておかなきゃいけなくて、キャンセルっていうのは頭の中にあってもシュートは打てるんですよ。だからキャンセルもできたし、まあ、その後もシュート打てたんですけど、例えば、まあ、以前もちょっと話をしたんですけど、ゴール前のゴールエリアの付近でボールを受けたフォワードの選手がよく外すシーンとかキーパーにぶつけるシーンがよくあるんですよね。ありますね。なんかだからクロスボールから走り込んできたりとか、その超決定機なのに外してしまうシーンがあるんですけど、その時にどうなってるかというとボールを転がしてるんです、基本的には。だからゴールエリアでボールをもらった瞬間に最初に考えることは、キーパーがすごい近い位置にいるしディフェンスも近くにいるんで、デフォルトはループなんですよ。だから浮かすなんですよ。ちょっとでも浮かせば入るんですけど、ほんのちょっと浮かせば入るんですけど、それを最初から早く決めたいとかシュートを打ちたいっていうことじゃなくて、シュートキャンセル、そこはシュートキャンセルがファーストプライオリティじゃなくて第一希望じゃなくて、そこは浮かすがデフォルトで、流し込むがもう一個みたいな、そういう常に二つ選手にどっちってなった時に、ゴールエリアの近くは必ずデフォルトは浮かす、二つ目は流し込むみたいに、そのいつも選手に対して二択に僕してるんで、それがそのさっき言ったその林さんがおっしゃってた、その日本人がその力技術を発揮するときに、こう頭の中にある一番こううまく活かせる方法のための一つの方法、うん、もちろんもっといい方法あるかもしれないし、これは僕は参考のまで聞いてほしいんですけど、どっち、必ず二択にしておいて、難しい方をデフォルトにしておいた方が確実に、それは難しい方が来ても慌てず遂行できるわけじゃないですか、うん、ということを僕は選手に、まあ、伝えているというか、その方法の方が多分間違いは少なくなるよっていうことは言ってます。なるほど。もう今すごい聞いてて思ったんですけど、今日、まあ、技術論っていうのが、まあ、テーマになってますけども、こう改めて考えると、技術っていう言葉自体がもうなんかすげえふわっとしたものなんだなっていう感じがしていて、何をもって技術なのかっていうのがちょっと日本のサッカーの場合定義されてないなって話を聞いて思ったんですけど、マイキさん海外生活も長いと、そういう部分ってこうさっきもうすでにイングランドの場合はまさにテクニックと、まあ、スキルっていうふうにもうすでにそう分けて考えてるみたいなとこあったんですけど、日本サッカーってやっぱそこの部分の言語があんま足りてないんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？そこもそうですし、結局だからそうやっていつもこうやって切り離して考えちゃうから、そもそもじゃあそのパスミスでも、まあ、疲れててミスったのかもしれないし、それこそプレッシャーを感じてミスったのかもしれないし、もしここに出すっていうそのものの判断がもう間違ってたのかもしれないし、それ頭と心と体っていうのは常につながっているものだから、技術っていう言葉を言った時にみんなどうしてもこの足先のものだけを考えちゃいがちですけど、あくまでも技術っていうものの裏にもいろんなものがこうつながっていて、それつながってる中に技術っていうものがあるんだっていう意識はどうしてももうこうやって取り出して取り出して取り出してってなりがちですけど、そういう意味では技術、その中西さんは技術論って言ってますけれども、これはでも、ああ、なんだろうな、まあ、技術はよく子供の頃から教えた方がいいみたいな話にもなります。逆に中西さんだってこう大人の方が向いてるんじゃないかっていう思う部分もあって、なんでかっていうと、大人になればなるほど考えすぎたり変なプレッシャーを感じたり失敗をされたりとか無駄な責任を感じたりとかするわけじゃないですか。大舞台っていうのが用意されちゃったりとか、感情の振れ幅が大きくなって、でそうすると力んだりとかミスが大きくなって、大人にでそういうことも含めて中西さんは作ってくださってるので、逆に大人になればなるほどすごいしっくりくるし、まあ子供はないじゃないですか、責任感じたりとかプレッシャー感じたりとか、それはある意味すごい下のカテゴリーでは日本がすごい強くて、でトップのトップになると勝てなくなっちゃう理由の一つかもしれないって僕は思ってて、ある日本の大会でアンダー14の大会見に行った時に、いやこれ世界一レベル高いよって思ってなるほど。アンダー14とかだとクラブがもうバンバン勝っちゃうじゃないですか、向こうのクラブに、ヨーロッパにトッテナムだろうとレアルマドリードだろうとバンバン勝っちゃうんですよ、アンダー14ぐらいの世代だと。いろんな原因があるでも、そこで体の大きさがガクッと変わるとか、いろんなことがあると思いますけど、そのうちの一つとしてやっぱりその感情のコントロールなものをどうしてもできなかったり、それを
改善する機会がなかったりする部分があると思うので、中西さんの技術論、本当に技術、その何だろう、テクニックだけっていうふうにはこう捉えてほしくなくて、そこを全部踏まえた上での技術論なので、すごい広いし、すごい大きいし、でもすごい理にかなってるし、で、だからこそ、なんか技術っていうとドリルだからちっちゃい子からやるみたいになってますけど、奈良クラブっていうそのもう30を過ぎた選手もたくさんいる中でもすごいできるし、なんならアカデミーコーチっていう引退した選手たちがたくさんいる中で面白いって言って上手くなるわけじゃないですか。が一番大きいのかなって思います。なるほどね。いや今の話すげえ腹落ちしたっていうか、めちゃくちゃ分かりやすかったです。ありがとうございます。今中西さん伺ってていかがでしたか。もうまさに その通りって感じですか。もう技術っていうのはその今言ったように子供の頃からまあもちろん身につけた方がいい。それはさっき言った機械系メカニズムの部分はね、そのフォームとかは身につけた方がいいんですけど、だんだん相手がすごくなってきて、子供の頃は自分が身体能力高かったら分かりやすい例で言うと身体能力で抜けちゃってる部分があるんですけど、だん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 相手に身体能力が上回られた瞬間に、じゃあ技術どうやって発揮するのってなった時に、今まで使ってた技術は使えなくなっちゃうんですよ結局、うん。それが今最後に言ったそのキャンセルのこともそうですし、あとは考え方で逆に読まれたと思うんじゃなくて食いついたと思えばそれでキャンセルした瞬間にこっちは逆取れるわけですから、なるほど。その思考を要するにこう必ず技術と思考はセットなんですよこれ。だから選手に僕は技術は教えてるんですけど、この技術を発揮するときはこういう場面でこういうパターンでこうなった時にっていう全部こう設定してあげてるので、だそうしてあげると子供たちは、もしくはその選手たちも、僕もその実際そのプロの選手でもそれでいきなり変わった人もたくさんいるし、考え方はもともと持ってる技術だけで、要するにこう考え方変わっただけで、あ、その時にこれやればいいんだ、あれやればいいんだって分かっただけで、発揮する場所は分かっただけで、あと発揮するタイミングが分かっただけで、あとデフォルトを何にするか、最初は切り返しなのか、キャンセルなのか、打つのか、みたいな色々あるんですけど、それが、変わっただけで今まで持ってた技術だけでもガラッと変わったりするんですよ、うん。まあ、それはまあ僕はうまく説明でもう言語化もできて説明もできているので、論理化もできているので、まあ多分その林さんは実際僕の練習見たりとか、それからそのやってもらったのが分かると思うんですけど、その時に必ずコーチの人とかいろんなこと言い過ぎちゃうんですよね、指示を、アドバイスを。で、僕は必ず一個しか言わないんですよ。その、どこを、これやってって一個だけ言って、例えば、林さんだったらじゃあ、まあ、シュートを押すときに、片目つぶってって僕は右目つぶってって言っただけで、シュートは良くなったんです、うん。そういうこともあったんです、実際。だからそういう一個だけこう、何か与えたことによって、え、こんな買っちゃうのみたいな、そういうところをやっぱりコーチが探してあげなきゃいけなくて。それを1個、2個、3個言っちゃうと、あとその時に伝える時に感情がこっちが入ると向こうは受け入れないので、うんうんうん、こっちはめっちゃフラットにこう伝えるっていうか、伝え方もすごく大事だと思いますし、そういうことはやっぱりもっと簡単にこういろいろ変えられるきっかけになると思いますけどね。なるほど、ありがとうございます。あ、ちょうど9時になってしまったので、第1部の方は以上というふうになります。